夢ラジオ第4300回今日は令和4年11月20日日曜日です時刻は午前11時半横浜港北もう少しで正午になるそんな時刻です今日は朝から曇りですが所々青空も見え雨は降らないそんな月曜日です午後になるにつれて雲が晴れて お日様が見えてくると嬉しいですねさて「イメラジオ4300回」今回は「参政党にとって世論は関係なし」こんなタイトルでお話ししましょう「参政党にとって世論は関係ない」昨日の松戸の市議会議員選挙参政党からは2人あの 当選者が出ていました NHK 党の候補者も女の人通ってましたねで参政党の人は女の人がかなり高い順位で通っていましたですから規制政党その公明とか共産とか自民立民あと維新もまあ 一定程度当選させていましたでこういった者たちはこの参政党とか NHK 党といった、まあ新党の躍進にあるる程度脅威を覚えているでしょうそしてその参政党がこれはもう前哨戦に過ぎず4月の統一地方選ではもっと候補者を出してくるということで非常にマークしているはずです。 でその参政党の神谷副党首が今回当選された女性候補の応援演説で「参政党は公明党を目指します」っていうなんかあの信じられないお話けれどこれはなんか神谷さんその場の思いつきで言ったんじゃなくてずっと言ってたみたいですねこれ公明党を目指すみたいな。であの。 確認しておくとこれ何も公明党みたいな宗教団体をバックにしたそういう政党を目指すと言ってるんでもないしあるいは公明党が掲げているようなね中国にへつらうようなそういう政策を目指しますと言ってるんでもない神谷さんはあの公明党の強力な選挙システムこれを目指しますというふうに ここだけ言ってるんだと思う。だからもしそこだけの話なんだと割り切ってこの神谷発言を聞けば、ああと、神谷さんは選挙をそれだけ大事にしてるんだなと。あの、神谷さんの選挙、そして選挙によって政治に参加するっていう、それの思いを、あの、強いんだな、思いが強いんだなっていう、まあそういうことなんでしょうね。おそらくこの神谷発言聞いても何とも思わないお方々は、 そういうあの受け取り方をされてるんだと思います。がですよ、実際今回の演説でも神谷さんがご自身でおっしゃってるように、その公明党が創価学会の票によって政治に出ていることにより世論が反映されてないっていうふうに神谷さんは言ってるわけ。世論としてはおかしいなと思うことがあるのに、それが あの、その世論を反映しない公明党という固定票を持った政党の存在によって、その世論が反映されず、だから、あの、僕たちはそれと戦ってるんだ、こうだね。で、返す刀で、神谷副党首は、その公明党が立派だと、公明党を僕たちは目指すんだと、こう言ってるわけですよ。で、それに対して、 参政党の支持者の方々は、わーと、神は頑張れみたいな。で、空洞化してますねっていう、そんなお話でした。結局、今、こぼしてるわけでしょ不満を。つまり、世論が反映されてない。その、あの、公明党という、世論を全くあの反映しない、そういう固定票を持った政党があることによって。じゃあ、 僕たちそれを目指しますって言ったら確かに賛成党は宗教のバックはないのかもしれないけれどその賛成党がやはり世論を反映せず、ね、世論を反映せずそして世論とは関係ないところで政治決定してくれたらどうするんだと実際世論なんかどうでもいいという発言を即してますねだから神谷さんこれ思いつきじゃないんだ これ神谷さんの割とこうよそしてだ結局神谷さんが向いてるのは世論じゃないし社会一般じゃない党員なんですよそうなんですよことあるごとに党員っていうよねそうなんだ党員があの政治に参加すると。 あとの人知らん。これは NHK との立場も,のはもうですね、神谷に対していつもあの批判入れてるところなんですよね。党員だけかと、神谷が考えてるのは、そこなんですよ。で、政治家というのは当然あの、ね、政党政治やるからには、ある政党からの支援を得て政治家にはなっても、ただ一旦なったら、 その時には、社会全体への目配りをして、当然世論にも目配りをして、そして、あの、自党の政策を実現するというのは、それはそうなんですけど、それと世論とのすり合わせ、社会全体への受け入れやすくする、そういう努力、工夫、これをやらなきゃいけない。当たり前ですよね。その、もう今の段階ですね世論どうでもいいんだと。 党員からの指示だけあればいいと後の人は応援しなくていいから邪魔するなとこれが神谷さんのまあご主張なわけですよ。ですそしてお互いに批判をしながらあのより良い判断を有権者にしてもらうというのが民主主義であり。 政政党政治なんですよだからほっといてくれと批判やめろとこれ参政党のあの体質ですねやっぱり夏の頃選挙で会った時によく夢ラジオで言ってた話「参政党の中の全体主義」うん。 非常にソフトな形でのナチス党。結局ねあの、30年代のナチ党も選挙で受かってんですよ。何もクーデターやったわけじゃない。クーデターはやろうとしたけど失敗したんだ。あのミュンヘン一揆かなんかって20年代の初めに。で、これじゃダメだと思ってヒトラーが我が闘争を書いて。で、30年代はものすごく選挙活動に。 集中してて取ってるわけですよでナチ党もですね非常にあの政策を急いだんですよ軍拡を急いだもう時間がないとそしてナチ党もユダヤ陰謀論を説いたそして実はあんま知られてないんですけどナチ党ってあの環境に非常にあの当時としては先駆的に今みたいに環境なんか誰も言ってない頃環境に配慮しようと。 そしして予防接種ようとこれちょっと参政党と真逆ですが予防接種しようと,と,と,ようと健康に気をつけようとでタバコの害をあの周知徹底させようつまり健康にいいことやってるんですよあと環境にいいことやってるそして経済面ではさまざまな公共事業が有名ですね急いだんだそして急いだことが 統制の急激な拡大につながりそしてドイツが破滅しました。で賛成とあの帰れコール選挙の時のそして今の世論なんか関係ないんだと党員だとそして僕たちには時間がないと他の党を批判する暇なんかない他の党も俺たちを批判するなと。これ あの急いでんのはわかるのか要するになんかあのねそれなりにあの危機的な状況にところがそれで急ぐと最後人に迷惑かけてむちゃくちゃになるというのが歴史が教えることなんだ。参政党のいい年したおっちゃんおばちゃんはそれ気づかないんだろうね。 今時小麦がとか波動がとか砂糖がって言われてもそれにポーッとなってその通りだでコールやってるいい年したおっちゃんおばちゃんで今回の公明党目指しますって言っても拍手してるおっちゃんおばちゃん涙流してるあれ一体何なんだ結局まあ民主主義社会で世論なんかどうでもいいって言い切っちゃったら終わりなんですよ。 確かに世論はね確かに世論はその愚かなものかもしれない世論に重視していい答えがいつも出るとも限らないけれど世論どうでもいいって言ったらもう即ですその党だけがあの自分の党だけよければいいの方になってしまって政治そして社会に有害な影響を与える 今、公明党そうなってるじゃないですかで。その公明党を批判してるじゃないですか。あ参賛成党は批判はしないのか。で、公明党によって世論が反映されない。その公明党を僕らも目指す。これ、賛成党員、これ聞いて、あの、どう思うんでしょうね。世論関係ないっていう。党員だけおきりいいのか。党員の意見だけ聞くのか。 で今の,その公明党世論が反映されないっていうのを非難しないのか非難しないどころか自分らがそれにとって変わろうぜってまるでなんか悪いことしてるやつがいてその悪いことしてるやつのそれをやめさせるんじゃなくて俺がそいつより強くなって俺が <laughs> 悪いことするぞに聞こえるどうですか世論は反映されるべきです。 世論が反映されないというね神谷さんがこぼすのは正しい不平こぼすのは正しいけどそのあとがよくないなんでその後それ見習うっていうんだなんでその後自分らもそれやるぞっていうんだそれ聞いて何とも思わない参政党のおっちゃんおばちゃん何考えてんだ一体夢ラジオ第4300回今回は 参政党にとって世論は関係なし。月曜日です。